今回は、東京メトロ西新宿駅から徒歩5分のところにある、モーニング10編に、焼きたてパンケーキの食べ放題ができる、レストランハース新宿店に行ってきました。ダイワロイネットホテル西新宿プレミア1階に、併設されたレストランです。新宿店の場合は宿泊していなくても、利用可能です。モーニングビュッフェ時間7時から10時、ラストオーダー9時、料金、大人税込み1980円、小学生以下税込み1000円、ドリンクバー付き、10時までなら制限時間なし。入店。料金前払い制。席は自由に選ぶことができます。食事中は席にこの札を置いておくシステム。内装。席数は約90席で広々。インテリアもあって内装凝ってますね。訪れたのは日曜の7時過ぎで、まだ空いてます。テラス席もあります。ビュッフェコーナサラダデザートコーナードリンクバー早速取っていく。パンケーキを注文。1回に最大4枚まで注文できます。たっぷりブルーベリーソースとマンゴーソースをかける。メープルシロップもかける。一巡目はこんな感じ。宿泊客であろう外国人がほとんどな印象。だからか少し洋食が多いかな。それでは、いただきます。カリカリベーコン。かなり塩味がある。ちょうどいい硬さの焼き加減。リピート確定。ソーセージ。皮がパリッとしていて、スパイスも効いてる。ほんのり甘い卵焼き。赤魚の西京焼き。肉厚で柔らか。和食の惣菜系も味付けいいです。お楽しみの、焼きたてパンケーキ。ふわふわすぎてうまく切れない。生地は甘さ控えめ。ソースで甘さ調整する感じですね。切るとちょっと潰れる。メレンゲの白身の風味もするし、本格的なパンケーキ。
これ食べ放題はすごい。2巡目を取っていく。8時頃で混んできました。2巡目はこんな感じ。パンはどちらかというと全部しっとり系。クロワッサンとチョコレートデニッシュのサクサク感を求める人はオーブントースターで再加熱をおすすめします。チキンのハーブが効いてます。ゴロッとした感じで肉の塊を食べたい人におすすめ。3巡目。デザートがある程度の種類あるのはありがたい。ここぞとばかりにフルーツを取る。ソースもたっぷり。3巡目はデザート、ヨーグルトとフルーツだけでも軽い朝食として成立しますね。甘さもサイズ感もちょうどいいケーキ。トロトロに柔らかいマンゴー。パンケーキおかわり。念のためもう一回取っておく。パンケーキは混みようによって時間が前後するので先に注文しておくのもありです。口が甘すぎて最後はしょっぱい系で締める。西京焼きからサバの照り焼きに変わってました。かき揚げから海鮮シューマイに変わってました。多少メニューが変わるみたいですね。満席に近いくらい混み始めたところでごちそうさまでした。この札を裏にして退店。パンケーキだけでなく全体的にクオリティが高く、大満足なモーニングビュッフェでした。おしまい。